平治の乱といえば、なんだか源氏と平氏の対立、それが平治につながったというようなイメージで捉えられがちなんですけども、まあ実際にその段階で源氏と平氏の武器争いというのはあったかもしれないけども、どうなんだろうということがまあ言われております。ちなみにこの最初のやつは平治物語絵巻の東三条の、ね、焼き討ちのシーンであって、炎が上がって隅っこの方では人が殺されていてという、なかなか賛美な様子が描かれてますが、平治の乱の、まあ、一つのハイライトシーンの一つですね。で、これ後白河の、御所、源義朝が襲撃してるっていう話なんですけど、まあ、今日の話は、先週ちょっと出たこの平治の乱の首謀者が後白河であるという高知庄助先生の議論を、まあ、下敷きに、まあ、それを紹介するという感じであって、まあ、私の意見というよりは、私は高知先生の本を読んで、私なりに理解した後白河首謀説という形でいきたいと思います。まあ、これに関しては、本木康夫先生はこんな話を学部祭でしてきたら直ちに落とすと、無条件に落とすと怒ってありましたし、古澤直人先生、小田井先生も違うんじゃないかというふうに言ってありますけども、どういうものなのかちょっと見ていきたいと思います。まあ、確かにこの平治の乱の首謀者が後白河が神殿を殺させたことが発端であると言われたら、えってなるんですが、まあそれをちょっと見ていきたいというふうに思います。平治の乱というのは源平の争い、まあ、例えばこれ中学受験もだいぶなんか社会って簡単に出てそこまで教えないけど、昔はやったらちょっと前やったら、方言の乱は貴族の戦いに武士を動員した、平治の乱は武士の戦い中心というふうに教えちゃったりするんですけども、これは源平の争いというそういう見方、まあ、これが源平の合戦の前哨戦とは源平合戦の前哨戦、つまり源氏と平氏はこの段階ですでに戦っていて、実際にこの平治の乱が恨みを残しているのは、特に源氏が恨みを残すのは事実なんでしょうが、源平合戦史観というものがあって、それに対してむしろ後白河と二条の対立、こちらの方を見るべきなんですね。いわゆる後白河院政派と二条新政派の問題、こちらが現在ではむしろ主流になっていると。それから藤原信頼の評価、これも大きく揺れ動いてますね。もともと平治物語などでは、あれは愚管抄でも非常に評価の低い人間でありますが、信頼に関して言いますと、まあ、近年では本木康夫さんがむしろ軍事貴族の軍事検問の一つの走りではないかというような評価をしてはりますし、それなりにただの後白河との男色関係とかそういったものだけでのし上がってきたものではなく、それ相応に能力のある人物であったらしい、あった可能性は高いと。要するにその出世のあれを見てると、三義五の中納言20かなり枠でそこまでのし上がっていて、後白河の好みだけでこの還暦座キャリアは、なかなか難しいんじゃないかと。それから平治の乱と一口で言っても、まあ、実際に12月9日事件と12月25日事件、まあ、この2つのかなり意味合いの違う事件がまとまって平治の乱と言われていると。だからこの2つの事件を統一的に見ようとするとなかなか難しいという話も高知庄助先生がしてはって、まあ、12月9日事件というのはざっくりと新税の殺害、新税がとりあえず、邪魔になった。で、まあ、実際問題平治の乱とは、この新税の殺害が第一段階、12月25日事件というのが、まあ、二条天皇の確保、あるいは二条天皇確保以降 の源義朝 の義朝と平清盛の、市街戦、こういったものが重要になっていて、まあ、その どの辺に重きを置くかによって違うんですけども、基本的には二条天皇をめぐるの身柄をめぐる、争いであると。二条天皇の動向が25日事件の大きなポイントであると。この25日事件に関して非常に大きなところですが、この下に載せた藤原常宗と、藤原の金則、特にこの藤原の金則の、動き、まあ、愚管抄を見る限りでは非常に大きいということが言えます。で、この平治の乱の結末としては、河内源氏の源義朝の、壊滅、摂津源氏は残りますが、河内源氏は大きな打撃を受けていると。方言の乱で中かなりザクッと減った後、義朝を中心になっていた河内源氏が、壊滅する。それからもう一つ、後白河の近親が新税と信頼、後白河の支えた2つの柱が、2つとも共倒れになったということで、まあ、この平治の乱を短期的に見るならば、一番の勝者は
常宗と、二条天皇だろうと。ただ常宗は不平の乱が終わるとすぐに、流罪になっちゃってるんで失脚して、誰が勝ったかってのは意外となかなか難しい問題であると。で、あの藤原の金のりは平治の乱の直後、半年後ぐらいには亡くなってしまいますんで、一つだけ発見しているのは、この平治の乱で平の清盛がものすごく得をしたということだけは間違いがないと、いうことになります。平治の乱の話の難しさですけども、漂白期が欠けていると。封建の乱の時は漂白期があって、この漂白期をまあ元にして、ある程度復元ができる。ただあの平治の乱に関してはこの漂白期がそのあたり抜けていて、一次資料が、ないと。で、一次資料を厳密に、一次資料からすべて、まず一次資料がないと何も得ないというふうになっちゃうと、平治の乱とは何も得ない。とにかく一次資料がほぼない。こうなってくると、愚管抄、あるいは平治物語、どっちがマシなのか。という話になるんですね。あの一応両方とも二次資料になってきますから。で、まあ実際には愚管抄は二次資料として、あの実際にあの慈円がかなり綿密に取材を積み重ねて書いてるルポルタージュ的な感じなんですけど、平治物語はすでに一つの構想を持って描かれた物語なんで、この二つが矛盾した場合、どちらを採用するのかっていうのはもうケースバイケースで選んでいかなきゃならないですけど、その辺、やっぱり二次資料を使う、難しさというものが平治の乱にはあって、まあ、この辺結局、なかなか、あの、平治の乱研究の難しいところであるというふうに、思います。現在のところ、研究を大きく分けると、誰が首謀者かということに関して言えば、大雑把に言うとこういうふうな意見が出てくる。藤原の病理、源義朝による反新政クーデター、最も古典的な見方で言うと、こうなりますね。藤原の病理と、それから源義朝が新政に、まあ、平治物語ではこういう路線で一貫して書いてある。特に首謀者は信頼と義朝であると。ターゲットは新政であると。で、この信頼と義朝の共通点というのは、両方とも新政に対して恨みがある。信頼は、鵜の根大将を、まあ、あの要請したところ、新政が反対して、潰れたと。それから義朝は新税の娘と結婚させようとしたら、新税から断られたのに、新税の娘は新税の息子が清盛と結婚しているということで、そのあたりの扱いに反発したという意見があって、さらに義朝には播磨の髪を望んだのに、様の髪に止まってしまって清盛に対して恨みを募らせているというふうな議論が、まあ、あるわけです。それに関しては義朝が清盛に対して反発を持つっていうのは違うんじゃないかという意見があって、元康夫さんはそもそも義朝と清盛ではこんなにっちゃうんやから、そんな、一緒になるはずはないと、一緒に考えられない、だから清盛、義朝はあの様の神で十分満足してるはずであるという意見、それに対して、まあ、後田雄一さんはあのそれは貴族の考え方であって研究者っていうのは研究対象に似てくると、いう話を、これは、元木康夫批判の文脈で、まあ、出てきてるんですね。それから、次の見方は、二条対後白河という、二条新政派対後白河院政派という、そういう対立軸で、議論すると、今度はこちらになっていきます。要するに、信頼、常宗による反後白河クーデター。この話がややこしいのは、ターゲットは後白河及び、あの新政及び後白河である。言うんですけども、この話がややこしくなってくるのは、常宗は二条派であり、こちらは、後白河で派であり、なんかこの見方に、あのこの常宗と、信頼が、手を結ぶというのは、後白河と二条という異なる者同士が、手を結んでいると。そうなってくると、まあ、いわば信頼が、後白河を裏切っているというふうな面が見られるわけです。これで見ると、後白河は踏んだり蹴ったりなのでね、信頼に裏切られて、自分の御所に火かけられた上に幽閉されて、さらに信頼を殺されて、信頼も殺されて、自分も叩きだあのボコボコにされるという感じで、なんかあの後白河は踏んだり蹴ったりのイメージになってきます。それに対して、高知章介さんはこういうふうな見方をしてます。要するに後白河が死亡者、要するにあの信頼がそんなまだ26で、まあ、五の中納言やったばかりの政治経験も浅い、そういう信頼が
そもそもそんな大胆なクーデターをできるはずがないと。で、さらに、新税はいわば強襲されてるわけであって、さらし首されてるわけであって、これはまさに国家、あるいは天皇に対する謀反以外には、ここまで過酷なものはされないと。で、おそらく新税もそれを分かっていて、彼はまあ自分の指揮官の方に立ち延びて、そこで自分を打ち埋めにして、遺体を発見されるようにしたんだろうと。ただこれは、源光康によって見つかってしまって、あっさり、首を取られてしまって、都王子にさらされると。で、これは明らかに天皇、あるいは、上皇、そのレベルによる決定がなければ、こうはならない。いうことで、後白河、彼が首謀者であると。火をかけるシーンに関して言いますと、コーチさんは、要するにこれは義朝のミス。火かけたことに失火で出てしまったと。まあ逆に言うと、この火が出たことによって、新税の関係者はみんな逃げちゃったわけであって、火をかけるのは全く、これは意味がなかったと。おそらく後白河が持てる新税を捕縛に向かって、下手打って、ああいうことになっちゃったんだろうと。いうこと。で、その後後白河と、二条天皇が、代理に赴いた後白河は、二条天皇を影響下に収めて、藤原の金取りによって、二条天皇を奪取されて、常宗を切り崩されて、二条天皇の身柄を奪取されて、万事通だというふうな見方です。それに対して古澤直人さんは、首謀者は常宗ではない。常宗がおそらく新税が息子たちが中納言、あるいは三義にこう、入ってきて、常宗も、摂関家の血を引いてますが、二条の外戚として、まあ、急速に上がってきた、そういう、クラスであって、まあ、いわば常宗と新税、それから信頼、この三人っていうのは、まあ、大体立場が割合、まあ、常宗と新税はちょっと世代が上で、なんか新税の息子、あるいは藤原信頼、この辺りは競合してくるね。常宗が、新税を、まあ、新税、急速に上がってくる新税に対して非常に、警戒感を持って、で、まあ、この新税が上がってくるのをよく思わない常宗と信頼に連携が成立すると。新税が死んじゃうと常宗としては今度は信頼が邪魔であって、まあ、常宗が信頼を切った。だからむしろ首謀者が常宗というふうになってる。だからまあ、こう見てきますと、首謀者が、まあ、信頼であるか、信頼義朝、信頼常宗、後白河。まあ、これは常宗の場合は常宗プラス信頼という感じであって、やはりかなり、常宗という人物は、藤原の常宗という人物は、この平治の乱において実は非常に大きな、キーパーソンであるということは言えそうです。というわけで、一旦、現在の大雑把な研究の流れを私なりに整理しました。3番目の、この後白河による阪神クーデターでね、これですよね。はい。これ。それです、それです。読んでたんですけどね。はい。一番違和感を持つのは、いや、いや、よく面白いんですよ、これ。なるほどと。面白いです。面白いです。はい。うん。一つだけね、前提のとこでね、新税と後白河って、仲間なんちゃうんという。そこのところ、コーチさんは仲間じゃなかった。結局、要するに、新税というのは、鳥羽の忠実な遺言の実行者であって、だから、とっとと後白河を引きずろして二条に引き渡したのは新税であって、で、新税にしてみれば、とりあえず、まあ、ものすごく分かりやすく言うと、新税からすりゃ、一応天皇になってんから、もうええやろと。で、後白河からすりゃ、新税ね、あいつ。だからなんかおそらく新、この考えで見ると、この考えによって考えると、後白河と新税にかなり温度差があったんちゃうかなと。新税って言ったら後白河から二条にパッと、福門院の元に応じて、結局天皇の位をこう、下ろすように動いた。それが多分後白河にしてみれば、まあ、新税が言うから従って、上位したけども、俺こっちじゃなくて、この森人じゃなくて、俺別の方にくらい譲りたかったんだよなぁと、まあいろいろあったんじゃないかなという。そうな。だから結局、ポイントは鳥羽の遺言をめぐる争いかなと。後白河がね、新税をね、はい、言ったろうということもちゃんとこの本に書いてあってね、そういう理由はわかるんですよ。それで、もう一回整理するとね、そもそも新税というのは後白河の面倒を見てたんですよね。そうですね。
若い時ね、うん、だから私ら新税と後白河とは利益は一致してると思ってるわけですよ、うんうん、それがいつ一致しなくなったんだと。でその一致しなくなった理由が、後白河は自分の方の方針能でしたっけ、とにかく二条じゃない方、後の保身になる二条の弟ですよね、うん、鳥羽の決めたことに逆らいたいんやと、後白河ね、うん、それに対して新税は鳥羽が決めた通りにすればいいじゃないかと、うん、お前も一回天皇になったんかそれでいいやんと、うん、言ってるわけですよね、整理すると。そうですね、うん、でそこでその二つなんですけど、その新税と後白河の間の人間関係というのはそんなに崩れるようなものだったのかということと、新税が鳥羽が二条から将来二条とあの朱子親内親王、はい、が産んだ子供のところに持っていこうという男の子が生まれたらね、うん、それが最善のコースなんですよね。ですよね。鳥羽二条をから二条と朱子の内親王の間に生まれるであろう男の子に持っていくのが一番美しいと。そうですね。でそうなることを鳥羽系の貴族たちは望んでるし、そうなると思っているとこの時点ではね、うん、で新税もそれと同じ考え方を持ってるんやと、うん、ということをそこまで認めれば、あとはね、この高尚介先生の面白いなと説明コツしやすいしと思うんですけど、 そこの2つですね。ああ、それって証明できるんと証明って言葉おかしいかな。逆にね、これあのこれも証明できない、逆も証明できないんですよね、これ結局人間の気持ちの問題が後白河がどう考えるかの話やから。確かに新税ね、ビークモインと話つけましたよね、仏と法的の団子かなんかで、はいはいはい、で後白河は天皇やめて二条に持っていけと、うん、あの時点でもう二条から二条の将来生まれてくる子供に天皇を持っていくことが規定路線で自分もそれでええんやと新税は考えてたのかということはどっかでわかるんですかと。とりあえず美福門院の要請に応じてあっさりそういう形で動いてるということと、それからまあ状況証拠ですかね、新税がまああの鳥羽の側近、本来は鳥羽の側近であって、その鳥羽の側近として後白河の面倒見てたわけであって、まあ、新税にとってどちらが自分にとっての本来の主人であるのかと。まああの新税ってあの後白河のことをあまり評価してなかったっぽいところありますから、比類なき暗君であるとふうに、まあ、あんまり、まあ、後白河の能力に関しては評価してなかった風があるんで、まあその辺かなとも思うんですけども。じゃあ信者としても将来は二条新政、二条新政派と見てもいいんじゃないかなというふうに、まあ多分見てるんですね、あの高知さん、高知先生は新政も本質的な二条新政派と、まあ、そう考えると後白河はあまりは救われない本当のところなんでしょうね。新税を究極は二条新税派というふうに見ていいのかどうなのかという。他の3つの説ってね、うん、後白河を支える日本柱は信頼と新税であると、うん、というとこから始めますよね。はい、要は3番目だけがちゃうと、新税は反後白河なんやというところから始めるわけで、そうなのかなと。まあ後白河という存在が当時の朝廷どのように評価されてたのかということをもっと深く掘り下げないとあかんのかな。後白河って難しいですからね、これ。この本を読んでも、あの新税が二条派だということの説明ってあまりないですよね。ないですね。二条派なんだと。いきなり書いてあるだけで。うん。もうちょっとその辺書いてくれないと困るかなという。ページの欄が起きなくて二条新政の方に行ったとして、
新勢はそこで活躍できるんですか。まあ息子たちはだいぶ押し込んでますからね、二条グループの方に朝廷の犠牲官に掘り込んでるから、そのあとその犠牲官の中で徴用されるか徴されないかで年寄りを頂点とする新勢の子供たちはどう動くか、あとそれから年寄りがどの程度能力あるのかっていうのは結局この平時選んで彼のキャリアは途絶してしまって、まあ、復活するけども、あまりあれなんで、まあ、目立たない地位におったんで、まあ、どの程度年寄りさんにその能力があったのかとはまた別問題ですよね。むしろあの出家してた条件さんの方がなんかそういう面での才能ありそうな気がしますね。この辺です、その前提ですね、うん、新勢が、うん、わしらかを評価してなかったというところさえ認めちゃえば、うん、あとはあこれは確かにストーリーは分かりやすいわと。ストーリーは分かりやすいですね。市民講座でね話すときね、看板が一番スッと分かるんですよ。でしょうね、うん、このややこしい平氏の乱が一番スムーズには評価あの一番分かりやすく説大学生にしてるとこれが一番分かりやすい先生が先週言われたから、あ、そんなもんあるんか思って読んでみて分かったけど、それまではもう、そんな、後白河死亡説なんか全然知らんかったから、1番とか2番とか3番で苦労して説明して、1、2、4かな、どれか使って苦労して説明したんですけど、いや、まあ、これ面白いし、ただ、先生がじゃない、こんなん学生書いてきたら不可やと書いて。あんまり評判良くないんで、あの、これが真実だーよって喋らない方が確かにいいかもしれない。いや、こういう見方もあって、これでスムーズにするんだけども、今のところこの評価は学生が持っていけたら落とす。という先生もいますと。金子先生、何かございます？いや、やっぱり魅力的なのは、阪神勢クーデターですよね、あの。これですね。うん。非常にすっきりはするけど、実証する資料に乏しい。ただ、状況証拠はあり得ますよね。うん。で要するに要は小党が誰かってことですよね、うん、新しい小党になりたい後白河、うん、この時点で後白河は小党になろうとしてたっていうことは言えるの。だから一つは後白河が小党を狙ってたっていう状況証拠ですよね、うん、ここのところは全く素人なんでわからないんですが、そこら辺は諸学説どうなんでしょうか政治史わからないんで。まあ、後白河が小党、あの、物分かりのいい人間であったか、なんか後白河って難しいですね、そういう意味では。あの、はい、この人何考えたかわからない。あの、もしかしたら、あの、後白河はいきなり転がり込んできた行為に対して、例えば、あの、江戸時代の後妻天皇のように、あるいは、あの、花園天皇のように、二人と己を殺して、本来の小党のためにこう尽くしていくというような、タイプの人間だったのかつあたりも含めてね、難しいところです。後白河本人の自覚では私は年来心に政治を止めずなんて答えてる、ね、後白河はなかなかね本心の読めない人間であります。難しいよね高知先生の方にね、出家する予定の息子、あれが出家する前のタイミングでやるんやって書いてましたね。書いてましたね。ということは、もし平治の乱が後白河の理想のペースで進んだとして、想定通りに、うん、そうすると理想の青写真は二条の皇太子にあの弟っていうんですか、弟宮を入れる、うん、彼を押し込もうということですか。ということでしょうね。問題二条がそれを、二条あるいは二条派がそれを認めるかつ問題もあるわけですけども、当然。いや、で、後白河難しいのは、いや、普通に考えて、あの、今、こっちが常識的な話をこう考えてやると、いや、その話無理でしょと。いや、それできると思いますって感じだけども、いや、後白河って、それできると思っちゃうと、別に不思議じゃないし、別にそんなこと全然考えてないとしても不思議じゃないし、うん、ちょっと後白河は分かりにくい人物。あの、ある程度分かりやすい人物もいるんですよね。後白河って、
どちらでも可能性あるから、ちょっと複雑な人物なんで、あの、いや、そんな都合のいいように進むとあなた思えてるんですかって思ってても不思議じゃないし、そもそもそんなこと考えてなくても、まあ、それはそれで不思議じゃないし。ただ、後白河が二条天皇の皇太子に憲仁親王を担ごうとまたあのしてるんで、研修門院となって生まれた憲仁親王を押し込もうとしてて、でこれ最終的に二条天皇が死んだことで、ひょうたんからここまで実現しちゃうんですが、高倉天皇。だからまあ、やっとるんはやっとるんですよね。ただ、一般論そこで二条が死ぬとは普通は思わないわけであって、二条が自分先に死ぬとは思わないわけであって。そんなに考えとんだろうなという。高倉天皇を二条の皇太子に押し込もうとしたのはあれ、二条の逆鱗に触れて、うん、親父黙れと、清盛も黙れと、元盛と時忠が謹慎処分食らって後白河はドボンがやったわけですが、普通に考えたらそうなるでしょうよと。まあ、信頼という人も平治物語的な世界ではセットとして取られています。義朝が平治の乱に信頼と、組んで動いた背景として、まあ、こういう考え方は根強くあるよね。平の清盛に対する対抗意識。つまり、この12月9日事件っていうのは、あの清盛もある意味ターゲットにしている。いうことですね。まあ、これはしかし源平氏間の影響ではないかという話です。清盛と義朝の差。清盛っつうのは、中国貴族っつうか、まあ、頭領の中ではもう、小C の芸に至ってるわけであって、小C の芸まで行くと、まあ、大体小C の上は、おっかいするんで、もう次、清盛の進む場所は、十三味であると。それに対して、これ、単に C、前もちょっとお話ししてましたけど、C と5位というふうにしたら、なんか1階級差で結構迫ってるのに、実際にはこうではなくて、こうですね。で、清盛はここです。義朝もここです。この差があるんですね。単に C と5位の差というよりは、この差があるんですね。十五位の下、下野の神と、それから小 C の下、の秋の神。同じ神やから、なんかまあ、そんなに変わらないけど、やっぱり秋と下野。下野、衆国かな。だったかな。秋はやっぱり上国ですから、やはりだいぶ違います。まあ、明らかに清盛は何もなくてももうすぐ苦行に、入れるかもしれないと。やはり子供の頃に実領としては異例の出世を遂げている。まあ、これに関しては院の近親としてそういう奴らもおるという意見と、院の近親レベルで、幼少時からこんだけ出世するのは異例だから、これは白川法の落とし子であるということが関係者に違いないという議論はありますけども、いずれにせよ清盛の場合は子供の頃に、かなり出世スピード早かったこともあって、ただ森のように人生最後のキャリアで苦行になるかどうかじゃなくて、結構若くて苦行をこう狙える地位にまで来ている。義朝の場合は保元の乱の恩賞に当初馬子の神になったのが不満で、まあ、たらたら言ったら様の神だって、これに不満だったかどうかというと、これに関しては不満じゃない。ところがこれを清盛に対する不満にすり替えちゃったのが平治物語じゃないかと。で、義朝の場合、もし放棄しなかったらどうなっていたのかという話ですけども、保元の乱でこの下野の神、十五位の下、この形の様の神も兼任して都の活動での地盤もできてます。だから院の近親として非常に順調なスタートを切っている。さらに京都の貴族との間に生まれている頼朝を嫡子としているというのは、相模の国の有力者秦野家の出世のところからこう動いているという説もあって、これが事実であるならば、これ両方とも吉平と違って友永も頼朝も両方とも官職を持ってますから、官職を持っている者同士の中で、頼朝が、急に上がっていったというのを見るに、彼は、東北の武士団の棟梁でスタートしながら、まあ、院の近親として保元の乱でプレゼンスを高めている。だからそんなに実は義朝にどんな不満があったのかということが議論があって、まあ、この辺からですよね。本木先生からすると、いや、これだから義朝って不満ないんじゃない、いいスタートでいい感じ切れてるじゃん。清盛に対して不満を持つはずがないと。
ただ、御座祐一さんに言わせると、それは貴族の味方でしょうと。本木康夫さん、貴族の、ことを研究してるから、まあ、貴族の考え方に染まってしまうんだけども、これ、義朝をそういうふうに貴族的な考え方で、いや、だから踏まないはずだ、言われても、義朝が実際どう考えたらどうか、また別問題だと。これ、古澤さんも同じことを言ってありますね。義朝がそういうふうに、踏まないというふうに考えてるのは、これは、そうも言えるけども、義朝は実際どう考えたかというのはちょっとわからんと。まあ、信頼に関しては、意外と古い関係があるんじゃないかなと。いうことは、言われてます。まあだから平治の乱の関与に関して言うと、もともと信頼に従属してたことに、原因があるという見方もあって、平治の乱に関してはまあむしろ信頼が主体であって、義朝には、特に平治の乱に関して主体的に関与する、そういう動機は見られないという見方もが、まあこの辺に関しては。ガンガンやってる高知翔介さんと本木康夫さんは一致してるかなと。ここに関しては。義朝の権威上昇に伴って、義朝がものすごく権威を上昇していく。まあ、この中で実は面白くないのは摂津源氏でしょうね。あるいは、美濃源氏。例えば源頼政、あるいは源光康。彼らが義朝を裏切ったと。源氏なのに平家側についたというやりですけど、頼政からすりゃ、これちょっと待ってくれと。俺一応 C なんだよと。俺一応 C なんだよと。なんで5位のやつがなんか急にでかい面してきて、そっから離脱したら、それが、それいきなりわけのわからないって、ヒャッハーイと突撃してたから離脱したら、裏切り者扱いすらなあかんねんと。よりますなんかは思ってるんじゃないかな。いや、よりまさ、勝手によりまさと光康の気持ちを代弁してますけども、これは幕府的な見方だったら、義朝っていうのはやっぱり源氏の棟梁であり、ドーンとおるわけですけども、実際問題、義朝っていうのは、ポットでの新人やったんじゃないかなという気はしてるんですよね。そういう意味では、この平清盛の対抗意識っていうのは、私はやっぱり取りにくいかなと。要するに、まあ、貴族としてこの程度満足じゃろうというのは、義朝はそもそもポットであると。だから頼政や光康としても面白くないし、だからまあ頼政や光康からすりゃ裏切りじゃないよ別に俺義朝の嫌いじゃないしって思ってるんじゃないかなと、この辺は思います。まあ、義朝としては上の信頼が動くわけだからついていくしかないですよね。ですよね。まあ、信頼がどういう意で動いてるのかとか、うん、よりの上にどんな黒幕がおるんかとか、うん、それはちょっと義朝としてはね、まあ義朝としては、うん、義朝としてはどうやら信頼についていく以外の選択肢はないだろうという気はしますよね。だから院の謹慎では後白河の謹慎ということですか。ですね。そうですね。ああそう、院の謹慎、謹慎二条天皇の二条派じゃ多分ないでしょうね。一応頼朝は城西門院のクロードやったし、城西門院のクロードから左平之助になってるんで、まあ、信頼との関係を考えるとこれは後白河の謹慎と見るべきですね、義朝の場合は。確か頼朝は10歳かそこで城西門院のクロードに上がって13歳で左平之助に転身してます。まあ彼の若い頃の名前、佐殿はその左平之助一瞬にして下官されますが多分数日間、数週間だけのあれか、左平之助が。それでも助だからな。平城乱の第1幕の12月9日の事件が終わった後はもう信頼が主導権握ってるんですか、政治全体の。やっぱりそこのところは宝石1位というふうに見なされてるでしょうね。この後白河主導説のシナリオでいくと、武力をこう掌握した上で功績、新税を倒すのに成功したと、功績1位であると。でこれを信頼が、まあ、義朝と組んでクーデターを起こした的な見方だったら、まあ、もちろん義朝が軍事の
軍事的に睨みを利かせて他の奴らを利かせてるという感じになりますし、まあそれでは信頼が本来主導権を握って常宗との関係を悪化させたということは言えるかもしれませんね。後白河中心説とすると、そもそもまあ信頼を切って、信頼がいなくなっている以上信頼が、まあ後白河信頼ラインになっていて、これはむしろ信頼というのは後白河のいうことになるやろうし、後白河死亡説だとこれで後白河が、政治部門の信頼、軍事部門の義朝と線がきちっと入って、でまあ、あと清盛が正面切って反抗していきませんよね。これ後白河と二条がこの時点では信頼側にいるんだから、でまあもともとそれにやっぱり隕石ですしね。でしかも信頼の嫡子信親は清盛のもとに、まあいわば人質ですよね。これあの清盛が養育してるわけですから、信頼は多分清盛のことを信用してたんじゃないかなと。ただ信頼との関係で実際問題、あの、まあ、清盛がおらん間やけども、あの当然信頼の息子たち信頼の攻撃を避けて、あの清盛あの平家の六原に逃げ込んできたんですが、結局六原サイド留守サイドはあっさり信頼に引き渡しちゃってますからね。信頼は清盛がやばいと思ういうふうにはあまり考えてない。ただどう動くかわからないということで、まあ、清盛を万全に信頼していたわけでもなかったのかなという義朝に比べると、まあ、清盛はそこのところは面白くなかったやろなとかね。さっきあの金子先生言ったけども、清盛からすりゃ誰か血祭りにあげないとステータスないですね。ある意味誰でもいい、誰かを血祭りにあげる、だからスケープボード効果が、政治学でいうスケープボード効果が働いた。だから、そこに合理的な理由はいくらでも見出せるけど。この後は後白河も信頼も義朝も、まさかあの二条グループが巻き返して大技かけてくるとは思わなかったね。でも思わなかったでしょうね。思ってたらもうちょっと考えてやろうと思う。まあ、ここまではとりあえず、だからあれですね、義朝とあの信頼の思った通りに動いていて、まあ、常宗としてはちょっと面白くないかもしれない、清盛はかなり面白くないかもしれないけども、表立って信頼、義朝に対して動く根性は多分単独ではそれぞれないだろうと。清盛としても、ここのところで、金の利から動けなかったら自分で動くだけの、動いて動けるのかなとか、まあ、あるやろうし、逆にまあ信頼との関係を生かしてうまくやっていく方がいいのかとか、まあ、いろんなことを多分清盛は考えてると思うんですけどね。清盛の場合にはいろんなことを考えなきゃならんことがいっぱいあって、多分義朝はそんなこと考え、そんなあの、考えもなかったと思うし、清盛弱気やったというふうに書いてある本もあるし、新政権に標準誓いますってそういう方針やったんやと。まあ清盛の立場に立って想像してみると、自分が京都離れてる間にいきなりこんなことが起こって、結局誰が何のためにやったかっつう、まず情報を知らんと清盛さんいろいろ考えますもんね。あのまさにあの誰がターゲットなのかということを考えないといかんわけであって、あのだから最初もの収束したのはよくわかるし、情報をいろいろこう収集してみると、どうやら自分はターゲットではないらしいってことが分かったので京都に戻る。だからそれは一回九州に行こうというふうに言ったというふうに、あの平治物語やったか愚管抄には書いてあるけども、最悪自分がもし、狙われたとしたら、今狙われてる可能性を考えると一旦ちょっと遠くに行くってことも、まあこれはそんなに突飛なことではないし、結局彼は京都に戻る決意をしたのを、多分は実際の情勢判断では自分の身には特に問題なさそうだと、一旦京都に戻って様子を見ようという感じになったという気はしますけどね、あくまで私のイメージですが。まあ、反新政クーデターなんやから平家と戦おうという気はないんだ、ということが分かれば、分かればとりあえず京都に帰ることはできる、で、まあ信頼があのかなり大きな役立ちだったら信近との関係関わりがあるわけであって、信近のパイプを生かしてとりあえず
まあ、信頼との関係を一旦は、重視しようかなと思ったとしても、まあ、あの清盛 の、 あの立場からすれば、まあ、特にそんな不自然な感じはしませんよね。問題はあの金のりさんというあの内大臣さんですよね。そうですね。ここから動き始めるのは、うん、彼は新税の相向こですからね。あの新税がリードした方言新税の記録書の当人で、あの新税の息子と金のりの娘は結婚してないのかな。二条派なんですか。二条派です。その場合二条派に入れるべきですね。二条派の、うん、じゃあ常宗みたいなべったり方では多分ないんじゃないかな。金のりさんが動いて清盛くどくけど、金のりさんって何を狙ってるんですか、この人は。とりあえずあの頂点立て直し、信頼によって蹂躙された頂点立て直しかな。信頼がやりすぎてるやんと、うん、でさらに言ったら、これを例えばあの高知説にやるならば後白河の排除、信頼連れ後白河、これを信頼主導説にすると信頼の排除、まあ、いずれにせよ新税の敵討ち的な感じはどちらにしても言えるんで、まあその辺は多分あんまり対立ないんじゃないかなと個人的には思ってます。ベースには一番ベースには院政派と新政派、うん、後白河派と二条派 の、 あの勢力争いがあるわけですよね。いや高知さんそこのとこあんまり見ないんですけどね。あれ、あ、そうなの。だってこう、まあ、後白河のクーデターだとしますよね、うん、後白河のクーデターが一旦成立成功するわけですよね。そうです。そして圧倒的に後白河派が有利になって二条を手中に収めてコントロールするわけですよね。ところが二条は脱出するわけですよね。院政派は、まあ、要するに毒をなくするわけですか。その時点で二条派の巻き返しってことなんですか。このクーデターで12月9日のクーデターで完全に後白河が勝ったとして、まあ、二条派の中でも常宗なんかは美味しいとこ結構取るはずなんだけども、金のりが結局常宗に、順番から言ったらこれどうもあれみたいですね。あのまず清盛の切り崩しにかかった後に常宗の切り崩しにかかって、清盛をまず引きずり込んだ後に常宗に対して六波乱の方に天皇を迎える用意できてるから天皇を奪取させてうちに来ないかと。いうふうに、あ、そう、あの要はあの常宗っていうのはそれまでの立場は反新税ではあったろうけど、反新税ではあったけども二条派、まあ、一応二条派なんですけども、うん、二条 の、 あの外籍ですから。そうですね、二条派で、うん、なおかつ反新税、要するに二条派の中の内下派、内下派という感じなんですね。それで二条派の巻き返しの時の、まあ、キーワンの一人になったわけですね、うん、その後二条派の巻き返しがある程度成功して後白河 は力をなくしちゃうのかな。そうですね、一旦なくしますよね。はい、これが不思議なこと、あ、その後あれか、後白河による今度は清盛の切り崩しがあるの。金常あれやられちゃってるでしょ、あの常宗やられますね、常宗清盛にやられますよね。そこら辺が分からなくて、まあ、結局愚管抄でいわゆるあなたこなったってやつですよね。結局、まあ、その都度、勝ち馬になりそう、自分の最大利益を求めていくか、うん、なるほど。だから一番の変数、パラメータは清盛やなという。なるほどね。だからキーマンになっていくわけか。うん。方言の乱でも平治の乱でも、ある意味パラメータ一番大きいのは清盛。どっちにこう寄るかですね。うん。しかも圧倒的軍事力を持ってる。うん。なるほどね。まあ、あと面白いのは、義朝の評価っていうので、西国国家、あ、王朝国家、天文体制論と東国のメンツの戦いがまた起こりそうな感じですね、分布としては。そうですね、私はよくわからないということは、次の東国国家論の中心は彼ですね。そうするとよくわからない。そうですね、吉友ですね。
これね、後白河主犯説に立つとね、金のりさんは諏訪行かんと、ここで後白河を叩くということが最終目標になりますよね。そうですね。延べに叩くのはまあ当然のこととして、一番大きいのは後白河が二条を外そうとしてるのを止めて、あくまでも二条から二条と趣旨のであろう皇太子の方へ持っていくという規定路線に戻すんや。でそのために清盛をの武力を使わなあかんと、金のりがそこまできちっと読んで、いや動いてるんだから立派なもんだと思いますけどね。本当はどうなのかわかんないです。それね、後白河の方が主犯かどうかがちょっとね、それは仮説だから、うん、まあ、あの後白河主犯説であろうとなかろうと、まあ、金のりはかなりこの清盛を、動かそうとしたというのは、あのやっぱりあのこの平治の乱における大きなキーポイントやから、これもあんまり多分高校レベルでも出てこないけども、平治の乱の時にはやっぱりこの常宗と金のりという2人の人間がやっぱり一つのキーマンとはなってる気がしますね、うん、で、この2人、二条は脱出さすけど、後白河は掘ってるんですね。そうですね。後白河に関してはあの通告だけしてどこにでも行けということになってますね。12月9日事件の事実を修正すると、常宗は後白河の関与を、とりあえず弱めると、で信頼にすべてあの罪を重ねる形で、いわゆる歴史を修正する、リビジョンすると。この信頼の運命も過酷ですよね。仁和寺に逃亡したんですが、あっさり清盛に引き渡されて、我を誤たぬと弁明するも、清盛は難状と、であっさり処刑。信頼小三味中納言まで上がった人間が、その高位高官に上った人間が裁判も受けずにいきなり断種というのは今まで考えられなかった、つまりその後も考えられない、なかなか考えられない、そういう、あれなんですけども、これに関しては例えば、後白河主犯説、金のりがそれをやるなら金のりの口封じで、後白河主犯説を、絶対認めない本木先生的に言うと、信頼は部門関係者として処理されたんじゃないかと、いう話があって、まあどうなんだろうと。その結果、二条天皇による新政の発足、後白河派は壊滅しちゃうわけですね。ところが、早くも翌年2月の28日には常宗らが失脚、捕まっていた、源頼朝らの廃炉は実行される、要するに処刑されずに、廃炉が実行される。さらに新税の息子が、実はこれちょっと話は難しい、新税の息子が赦免されるのは2月20日常宗の失脚の後なんですね。だから古沢さんなんかは常宗の失脚を持って新税が赦免されてるというのは誰が首謀者だったかというのを鮮やかに示していると。例えば信頼が、メインだったら、信頼が死んだ段階で新税許されてもいいはずなのに、新税の息子らが赦免されなかったのは、新税の息子を、あくまで排除しようというのはこの常宗であって、そういう意味では常宗というのはやっぱりこの平治乱の問題ではかなり重視しなきゃならんというのはそうですね。で、おそらく頼朝というのはもともと城西門院に仕えてた関係上、おそらく城西門院関係者からの除名嘆願がおそらく貴族出身の宗子さん、池の前人にを通じて清盛に伝わる形で、頼朝の除名が実現したんだろうと。ただこれ常宗がの失脚の後、頼朝の廃炉が決定しているということは、逆に言うたら常宗が、このまま権力を握り続けていたら頼朝なんかは処刑されても不思議じゃなかったと。で、あの常宗の失脚、これ二条派の筆頭であるこの常宗の失脚、これは後白河の復活につながってくると。この背景として、なかなかこの勝子さんの二条への入内というのはものすごい難しい問題ですよね。これはこれ勝子さん太閤太后、勝子さんまだ当時実は21だそうです、天皇の祖母扱いの実は21歳で、二条よりもちょっと年上なだけなんですけども、近衛の中宮で、あの元々は頼長の、養女として入った女性ですが、近衛の死後徳大事件に引き取られたものを、二条がぜひと
要求なんですね。これは議論が2つあって、美福門院や常宗が合サインを出してないわけがないと。この、マサルコさんは二条の立場を、重視するための美福門院や常宗らの合サインを持って、近衛の後継者としての地位を確立するためのものであるという議論もある一方で、マサルコさんの時代によって立場悪くなったのは朱子内親王。彼女はマサルコの時代の頃に二条元を退いてます。この朱子内親王は鳥羽の娘ということで、鳥羽のイメージが強いわけですね。で結局この朱子内親王とこのマサルコの関係をどう評価するのかというのが一つのポイントになってくるかと思います。朱子内親王は結局、死にたいと言うて考えるまで思い詰めるんですが、まあ、なんとか治って後には親税の息子と不倫して子供2人を産んでいるということになり、マサルコさんは、まあ、60何歳の権利を全うすると。ただこれが結局この朱子内親王が結局キシリ族というのは、まあ、二条付近のバランスが大きく崩れている結果的に見て、これ二条の独断か常宗らがやってるのか、それちょっと結局議論が一つ分かれてわからないんですが、結果論だけ言うと常宗の失脚につながっていっちゃったからと。実はどうも彼女を見ることでは、この常宗が清盛に拷問かけられるときに忠通がおったらしいんで、おそらく忠通がうまく清盛を動かして、常宗らを拷問かけてんだろうなと、いうことで、二条派の中にかなりおそらく足並みの乱れがあったんじゃないかなという気は知ってますね。この清盛が結局常宗をボコボコにするっていうのは二条派同士、清盛も、究極は二条派ですから、まあ、清盛の場合ものすごいパラメーター、ものすごい変数になってますから、なんともあれなんですけども、まあなかなか、難しいところであります。これ最後の2行っていうんですか、はい、ここは分かりにくいですね。何、うん、分かりにくいか分からないです。その上まではね、うん、金のりさんが頑張って、まあ、青写真通りに動いて、うん、二条の申請を、後白河の陰謀を打ち砕いて二条申請を実現して分かるんですけど、その次の常宗さんが失脚しちゃうところ、一つ一つはね分かるんですけどね、それがなんで同時に起きて因果関係が頭の中で整理できるのかな、言われると常宗失脚と頼朝の入ると新税の子息の赦免と後白河の復活と、これはどういうロジックでつながるんだろうと。ちょっと難しいですね。まあこれとこれはまあおそらく常宗失脚ってこれが行われているということは、多分この新税を処罰しようというのはこいつらであって、これは日暮沢説になりますけども、平治の乱の首謀者は常宗のによる、新税排除だから常宗が元気である以上は新税は、新税の息子は許されない。頼朝の問題に関しては次のように解釈できるのかなという、要するに城西門院、それに対してこちらは体験門院系対門院系という、そういう風な形で、まあ、説明できるのかなと。だからまあここのところに後白河も当然城西門院と後白河は親しくて、まあ、後白河さんをこの頼朝の、除名には預かってるし、その意味では確かに頼朝っていうのは後白河に頭上がらない一つの原因かな。でこの辺がちょっとよくわからないです、うん、分からないですね。実はこれがもう実はよくわからないなんでここで後白河が復活したのという、まあこういう勝子が二条の時代がバランスを崩してるのは多分事実だと思うんですけども、なかなかこう不思議な話やなと。なんで結局常宗は失脚しちゃったのかっていうのは実はよくわからない。勝子の時代の責任取らされたとか、そんな簡単なもんじゃないですよね。うん、まあ、直接的には後白河の楽しみにしていたら、カジキ席が大事につけたところに後白河が切れてという話なんですけど、うん、こんな単純な話でも多分ないだろうし。この絵の持ってた勢力っていうのはどのように継承されていったんでしょうか。よくわかる。この絵。あ、この絵。天皇。
この正子さんは近衛の権威をどの程度引き継いでるかということですよね、結局。だから近衛グループっていうのは、近衛は小刀との関係ではどう扱ってたっけ、先生。まあ本来正太が死んじゃったんで、近衛の母で美福門院の有志である森人親王につながっていくと。そうですよね、美福門院が入るわけですよね。うん、だから美福門院グループになるの、マサル子さんは。まあ美福門院グループでええんちゃうかなと思うんですけども、うん、も多分もう頼長は多分関係なくて。そうですね、頼長系ですからね。そうすると美福門院系のカード、うん、まあ常務でも出世のいいとこじゃ美福門院だから、これも美福門院系でと、まあ、うん、だから二条は完全に美福門院系列であって、なるほど、まあ、だから後白河がすりゃもう絶対許さねえみたいな。持ち人なんかも結局後白河が憎まれたそこでしょうね。で多分頼朝はそれを分かってた、義仲はそれを分かってなかった。政子さんを二条に時代させようってこれ考えたの誰なんですか。見る限りでは、あの二条の独断という考えと、常宗美福門院という説があって、どっちなんだろう。二条が好きやから、うん。という説、うん。まあ、美人やったらしいし。朱子内親王を送り込んでるんだから、朱子と二条の間に子供が生まれるのが最善なんでしょ。うん。ただ、ここまで子供生まれてないから、結局どうなんだろうという。朱子内親王と二条の関係が今一つもともと良くなかったとするならば取り替えようとしたのかもしれないし、とりあえず二条の朱子内親王に対する扱いっていうのはちょっとやっぱりなんというか、これどうなんだろうなと思って、いや例えばあのこれ二条の独断やったら政子さんのことが好きになっちゃって朱子との関係があれで、いやこれふと思ったのは、あの、まあ、あくまでこれあの、思いつきレベルなんですけども、まあ、あの、朱子内親王、まあ、政子を独断というふうに考えると、要するに朱子内親王を切っちゃったという二条のこの政治的な判断っていうのは、はっきり言って、鳥羽の小刀をこう切り捨てちゃう。で、要するに二条としては、鳥羽の、後継者という、そういうような立場からの自立を多分目指した。まあ、あのただ、高知洋介さん、あのこの朱子内親王、朱子内親王を切っちゃったことで、鳥羽の小刀を引き継ぐ二条の立場が悪くなって、こういう一連の事件が起こるというふうに進めたって、それは一つの、筋は通ってる考え方なんかなと思うんですけども、だから朱子内親王を切ったことをどう評価するかですよね。そこのところどうなんだろう。もっと、まあ、あのもっとあの論文とか細かく見たら多分載ってるんかもしれんけども、どうなんだろうと。女院関係では、鳥羽の子供の中で調裁門院と美福門院に分かれるわけですね、うん、系統は。いわゆる体験門院系と美福門院系に分かれますね。そうですね、体験門院、美福門院。森人親王とか持ち人とかですね、彼らは後白河息子でながら美福門院の有志、八条院の有志になってるので、そうですね、体験門院、美福門院、八条院、うん、っていうグループがあって、うん、まあ、美福門院からそっち、うん、基本的には美福門院、こう八条、美福門院から八条院ですね、うん、VS 体験門院、うん、後白河はこういうグループね、そのグループですね。そうすると主流派対それが反主流になってくるわけね。うん、そうするとそこに政子が入ったことで、政子はもともとどうなんでしょうね、どっち派だったんでしょうね。基本的にはあの近衛のあれやから、あの美福門院の手持ちであることは間違いないと思うんですよ。うん、なるほど。でも、うん、この辺も全部。だから結局、うん、美福門院系内部での一つの足並みの乱れ、そこにこの辺が割って入る。で、逆に言うたら、あの二条のこの朱子とこの政子の間でのごたごたの中で、求心力が落ちた結果、機会を見るに機敏な清盛は、一旦常宗を
後白河の言うことを聞いて常宗を潰す側に回ってる可能性はあるかなとか忠道あたりのまだ寝技師寝技師忠道対寝技師常宗のそうですよね。あの忠道としては次のやっぱり対抗勢力ですよね。うん、次ね、まあ忠道としたら あれですかね、常宗には一杯食わされたつうか結局信頼の、一応血を引く孫富木の問題もあるし、うん、その辺で関係関係としても結構いろいろとこれ痛いところいっぱいありますからね。大体、うん、なんか六原に行った時にあたふたと慌てていた忠道と元山根に関しては貴族たちが何今更来てんだって雰囲気になったのを金のりが大井殿が来られたけどもどうしようかと言ったら、いやいや殿下がここまで起こしなったのは誠に恐れ多いことでございまして、迎えるべきでございますって、まあ、清盛が総府に言ったんで忠道がなんとか面目を保ったっていうのもあって、まあちょっと忠道としては面白くないことが続いてますわね、まあ、忠道人生最後の輝きかなこの4年後にはなんか自分のお気に入りの女性が自分の五条と五条が兄貴とセックスしてるの見て死んじゃったらしいから後、うん、白河ってのはここで復活するけど翌年また翌年また皇太子の高倉のとこへ持っていこうとして事業と喧嘩になるんですね。調子ぶっこいてやりすぎたんかな。清盛が俺のために動いてくれた、これはいけるかも、清盛の血を引く範人親王ならば清盛も味方についてくれるかも、清盛味方につかず橋が外れた、そういう感じじゃないかなと思いますね。あれ範人親王に関して言うと、なんせそれは清盛の、義理の妹の賢秀門院と範人に生まれてますから、一応清盛にとっても関係者であるということで清盛の多分指示を取り付けられるはずやったんでしょうね後白河は。ところが清盛はそこの時に後白河を一旦見切っちゃった。清盛が二条の目の問いでしたっけ。あです、確かにそうです、そうですね。なんか結構遅いんですね。ほんまに実際にそういうお父をつかそう関係なくて結局要するに後見人ってことですからね。これも太閤太閤勝子と一緒で名目ですからね。こういうのは名目でもかなり清盛側にメリットあるんですか。それは二条の信頼を表すということ、二条ブランドをきっちりとつけるということで、ミノトとウバですか、選ばれたということで、そうそうそう、清盛側に箔がつくわけですか。うん、それはもう二条の信頼ばっちりってことですか。そういう関係であればそれをてこにしていよいよ三義、参議大納言といきますからね。これはまあ二条死んでからと思うけど、大事なら大事なのは大事になった背景ですよね。これは議論ありますよね。大事な体験については高橋正明、本木康夫あたりはもちろん白河の楽院であるからこそ、なれたと、本郷先生になるといやいやそうではない、そういうふうに言ってはいけないと。三味から三義になるあたりでは二条天皇の上やというのはかなり、うん、やっぱり一つのあれになるでしょうね。そうしておいて三義にこういよいよ、まあ、どういうタイミングで参議になるかとか、まあいろいろありますからね、これも。でも結局二条天皇のあの子供の後の六条天皇というのは、野間猿子さんでも朱子内親王でもなく、うん、なんか生き死という下級官人のボスですね、お母さんが。だから外戚は事実上存在しない。この六条天皇以外にそう男がいなかったというのが、まあ、はっきり言って六条天皇ってどう考えても有力じゃないからなどう考えてもこの人有力な皇位継承者じゃないけども、これしかいないという、本来やったらちゃんと出身とか勝る子どちらかの間に子供できとったらちょっと話は違うたんじゃないかな。あとそれがもうちょっとやっぱり二条天皇は早死にしすぎかな、うん、六条あれ戦争した時まだ生後立体子が生後、半年でまだ1歳になるかななんかで、満1歳になるかななんかで即位したはずですからね、あれ。さすがにそれは厳しいもんがあって、さらに運の悪いことに、摂政元でね、死んで。
後白河はね、復活するのはいいんですけどね、新勢も信よりもいなくなっちゃいましたよね。はい、大体ほとんどの鳥羽から受け継いだ院の謹慎は二条に行っちゃったでしょ。うん、後白河の周りであと誰が残ったんですか。そこはちゃんとおるんですよ。まず藤原の諸長、頼長の長男です。うん、諸長を赦免して諸長を、院の謹慎に、それから後白河の院の謹慎有名なのはこの辺ですよね。清盛の嫡男平重盛、それから藤原成親、ね、家成 の、息子で、彼も平治の乱で、実は処断されるとかだったのを助けられた。だからまあそういう形で恩を打った人間、あるいは研修門院の関係者や時忠、この辺りを通じておそらくこの重盛も多分引き継ぎ込まれたんだろうし、そうやって後白河も少しずつそういうのをやっぱり自分で一生懸命作ったんですね。あれ平治の乱が終わった後でこういうメンバーを引きずり込んだんですか。自分の部下として。そう、頼長の子供で唯一生き残った諸長なんか、まあ典型的なパターンでしょうね、これ多分。そういう点では能力あるんですね、うん、育てていくというのか。育てていうか、新勢の息子の条件法院、法生寺の修行。面白いのはこの頼長の息子の諸長と、それから新勢の息子の条件が両方ともおるという、なんとも言えない。それと、ノブレと組んで、新勢をぶっ殺したこの成親と、この辺がこう、それと重盛と、なかなかこれ、味わい深いメンバーが揃ってますよね。一つは敗北グループの再結集、うん、ですよね。もう、どこを問わず敗北グループの藩主流派の再結集。うん。そこに兵士が乗ってきた。それもあれですよね、これも平家の中でも多分藩主流ですね、この重盛っていうのは。そうですね。ね、要するに結局、正妻の息子ではないんで、はい、非常に重盛の立場もややこしいところがある。そうですね。そういったもおそらくこう呼んできたんだよね、これ。うん。藩主流派連合軍ですね。うん。あと、それからこうやって思ったか。最高。新勢をイケメンした人間ですね。うん。新勢に命ぜられて。ほんま敗北グループをこう見事にこう結集されて、そういう意味では政治力あるな。馬鹿にしとったらあかんな、後白河は。平治団の後白河は諸藩説なんですけどね、高知章介先生でなんかいろいろなんかこう雰囲気を読んでたら通説と違う新説を出すらしいですね、うん、この人いろいろ。そうですね。うん、焼酎の部屋なかったとか。でもちゃんと北大の教授やって書いてあるし、うん、北海道大学と、それから法政大学。うちの師匠がなんか歴史学研究やったかなんかの審査をやった時に、この高知章介先生の論文を審査したことがあって、で何人かの査読者の中で意見が割れて、うちの師匠が一人がこの論文を落とすべきだというふうに吠えたんだけども、僕は高知さんの本論文はね、これおかしいって言うんだけど、他のやつらがみんな通しやがったんだって言うてはって、関西の人結構高知章介先生嫌いなんかな。元木康夫さんの先輩なんですよ、うちの指導教授。なるほど。